はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、スミノフのアイスのグリーンアップルバイト。グリーンアップルバイト。なんだ、バイトって。スネークバイトみたいな。スネークバイトって知ってますか？スネークバイトみたいな。もういいや。スミノフの、ビッグアップル。の愛称で知られるニューヨークをイメージした、グリーンアップルテイスト。ビッグアップルっつうと、ウォッカとアップルジュースで、のカクテルですね。グリーンアップルテイスト、カッコ無果汁。すっきりと飲みやすい炭酸入り低アルコール飲料です。プレミアムウォッカ、スミノフがベース。原材料はウォッカと糖類、酸味料、香料、カラメル色素、黄色4号、青色1号、アルコール度数 5%、内容量が 275cc です。アルコール度数 5% か。無果汁。ね。まあ、スミノフは美味しいですよ、確かに。スミノフの、ウォッカはね。それじゃ乾杯。うん。ああ。うん。うん。まあ、ただ俺、ウォッカで一番好きなんだと。そうだね。でも、スミノフもうまい。うん。ただ個人的にもうちょっとスカイウォッカーが好きなんで。うん。うん。ウォッカーはスカイウォッカーと、あと、まあ、これちょっとウォッカーとは違うんですけど、まあウォッカーなんですけどね。なんだっけ。ズブロッカーね。まあ、間違いなく1位はズブロッカでしょ。まあ、ズブロッカはちょっと、ウォッカの中でもちょっと異端な部類ですけどね。うん。まあでも、スミノフ。まあ、世界で一番売れてるっていうウォッカですけどもね。うん。まあでも、スミノフは、まあ、普通にどこでも売ってますけどね。しかも安いしね。まあ、あと、瓶がかっこいい。っていうのと、まあ一番売れてるっていうウォッカですから、まあ、うん。まあいいんじゃねって。ね。結局ウォッカっていうのは、いかに、まあ、どれだけ、こう、蒸留されてるかとか。このスミノフのウォッカは3回の蒸留の後、白樺活性炭で10回もろ過と。書いてありますね。なるほど。3回の蒸留の後、白樺活性炭で、10回、ろ過。そして値段が900円とか、まあ、1000円切りますね。うん。で、スカイウォッカは、
俺が好きなスカイウォッカは、これは、何回だろう。多分上流回数とかがどっかに載ってると思うんですけど、多分それよか、あの隅の冬川は多分上流回数が多いかなとは思うんですけどね。確かそんな感じだった。結構蒸留されてた気がするんですけど。まあ、あと瓶がかっこいいっていうか、瓶が綺麗なっていう意味ですかね。アメリカでナンバーワンのウォッカらしいです。スカイウォッカ。ちょっとよくわかんないですけど。ちょっと書いてないな。ちょっとわかんないですね。で、あと、有名なんだと、あれだな、そこにあるけど、なんだっけ。あ、アブソルートウォッカ。アブソルートウォッカも、まあ、有名ですね。うん。まあ、ぶっちゃけた話、俺そこまで味の違いっていうのはほとんどあんまわかんないですけどね。とにかくウォッカーなんてね、結構癖がない部類なんで、結局のところデザインか、何かしらで選ぶぐらい、なんですよね。で、ちょっとアブソルトウォッカー個人的にちょっとデザインがよろしくない。でも多分アブソルトウォッカーもかなりロシアだと多分一番売れてるウォッカーですね。あのウォッカーっていうのはもともとロシアのお酒みたいな感じだったはずなんですけど、そのロシア人が一番好んでるのが多分アブソルートウォッカ。あのずんぐりむくりしたね、瓶のやつですけどね。あ、あった。スカイ社独自の温度調節法による4回の蒸留とスカイウォッカの説明です。4回の蒸留と特別な装置を使用した3回のろ過による、だから、スミノフは3回蒸留の10回ろ過ですけど、スカイウォッカは4回蒸留ですね。の3回ろ過らしいです。まあ、どっちもどっちっちゃどっちもどっち。でも、まあでも、
そういう意味だとスミノフは非常にろ過回数が多いから、ね。まあ、すごい、いいんじゃない？わかんない。まあでも、スカイウォッカーは、ね、4回上流、つまり上流が1回多い。ってことですが、まあそれだけ結局のところ、不純物が少ない。まあ、それ言っちゃうと、ろ過も不純物が少ないわけですけどね。難しいですね、そこら辺ね。まあでも、スカイウォーカーも、かなり安いですね。値段的には、ね。で、まあ、ズブロッカーも説明のしようがないぐらいうまいんで、略しますけども。なんだっけ？アブソルートウォッカー。これが何回蒸留してるかなと。ウィキペディアに載ってないんだよ。まあでも確かに瓶の形は非常に特徴的な上に、種類が豊富なんですよね。ウォッカの種類が。なんか、ペッパーとか、なんか、いろいろあるんですよ。味が。ウォッカなんですけど、いろいろ味があるんですよね。良質な原料にこだわる究極のプレミアムウォッカってなってます。まあ、ただし値段は普通に安い。スウェーデンが誇る究極のプレミアムウォッカ、アブソルート。これがね、本当に種類がいろいろあるんだよな。1、2、3、4、5、6、7、8個。8種類も実はあるんですよね。まあ、ちなみに俺はそこにあるんです。まだ半分も残ってる。まだ半分も残ってるんですけど。これですね。アブソルートウォッカ。俺も最初見たとき、あ、これ、ヨーツベでね、これ一気飲みしてるね、ロシア人の動画があったんですけど。むちゃくちゃな、あれだなと思いましたね。むちゃくちゃな人がいるなと。これを一本一気飲みしてる人がいたんですよ。死んじゃうだと。思ったんですけど。これ何回蒸留されてるのか書いてないんだけどな。どっかに書いてあるかな。ちょっとね。まあ、いろいろ調べてるんですけど。
とわかんないですね。まあ。ね。誰か知ってる人いましたら、ご一報ください。まあ、ただ、瓶がちょっとずんぐりむくりしてるのかな。まあでも、それはそれでかっこいいといえばかっこよくはない。まあ、やっぱスカイボッカが見た目が一番かっこいいんだよな、個人的に。時点で、スミノフですかね。アブソルートウォッカ。蒸留回数とかでググれば出るかな。蒸留回数。蒸留回数。書いてねえな。まあでも回数は書いてないんですけどね。でも4回以上蒸留してるみたいな雰囲気を醸し出してはいるんですよ。わからん。結局のところね、どれが一番蒸留してるかなんていうのは、もう、もはや問題じゃないんですよ。もはや。もはや。結局のところ、うまいか、まずい。か、瓶がかっこいい。か、かっこ悪いか。はい、ちなみにスピリタスが70数回蒸留。スピリタス96度。これが70数回、70回以上。もう蒸留を繰り返してるらしいです。恐ろしいな。恐ろしいと思いませんか？ね、3、4回とか言ってる、なんか、のが恥ずかしくなるレベル。ね。はい。ではね。そうだね。この際だからちょっと飲み比べをしましょうか。ウォッカの。まあ、ここにある、ストリチナヤウォッカとアブソルートウォッカ、どっちが美味しいかな。まあ、見た目で言うと、アブソルートの方が個人的にかっこいいですね。ストリチナヤ、かっこ悪い。とりあえずじゃあストリチナヤウォッカでいただきましょう。でもこれもね、非常にあれらしいですよ。プレミアムウォッカらしいですよ。ただかっこ悪い。飲み比べしようか。アブソルート。
アブソルートウォッカは、ずんぐりむっくりしてる。もうまさに、ずんぐりむっくりしてる。うん。あのね、ちょっとだけ香りが、アブソルートの方が弱い。ストリートのは結構どぎつい。もういわゆる、あの、リキュールのっていうか、アルコールの香りが強い。うん。アブソルートは結構、香りが弱い気がしないでもないな。うん。うん。ああ。これね。飲み比べてみるとね、結構すごい違いがありますね。あのね、味自体にはほぼわかりません。俺、ちょっと、テイスティングマニアじゃないんで、全然わかんないんですけど。ただし、その、鼻に来る、その、アルコールの辛さっていうか、こう、熱くなってくるか、あの感じっていうのが、明らかにストリチナの方が、結構強烈です。アブソルートは全然そんな、してこない。うん。いわゆるマイルド。っていうのかな。全然鼻にこう、登ってこないんですよ。アルコールの。エタノールの、あれが、周期が、鼻のところに登ってこないのと、喉にも来ない。だから、なんか、え?って感じ。うん。ストリチナ飲むと、あ、もう喉に来るんですよ。喉が熱くなってくるのと、鼻が、ちょっとカラカラっと熱くなってくる。鼻のところら辺にこう、アルコールが昇ってくる感じが結構きついです。ちょっときつい。うん。でも度数は同じなんですよね。40度。なんですが、まあ個人的に言うと、まあやっぱアブソルトの方がうまいなと。うん。これはアブソルトの圧倒的に勝ちです。うん。ただ味の違いは全くわかりません。うん。うん。うん。もう結局のところ味の違いがね、香りが強いんですよ、ストリチナの方が。っていうのも、結局、香りが強いっていうのも、結局、ほら、鼻の方に、アルコールの、あれが昇ってくるからこそ、香りが強いんだろうからね。そういう意味では香りは強いんだよな。うん。まあ、でも、アブソルートは非常に、穏やか。ということです。そして関係ないですが、関係なくはないんだけど。スミノフのグリーンアップルバイト。
これはまあ、別に買う必要はないかな、と。うん、いう感じですけどね。もう二度と買いません。うん、二度と買わないけど、まあ、でもこれだったらな。だってビッグアップルでしょ？いわゆるスミノフのウォッカのアップルジュース割りですよ。っていうことから考えると、もうわざわざこんなのも買う必要ないんですよ。前回飲んだ、ね、バカルディのね、モヒートに比べると、はるかに作りやすいし、モヒートなんて、あれ、だってほら、あれですよ。モヒートの作り方、あれですよ。ミントと、あと、ライムを細切れにして、あの、すり鉢ですりつぶして、っていうめんどくささがあるでしょ。それを手軽に味わえるっていう意味だと、やはり、これはよろしくない。ですね。あっちはまだ、それなりに、ね、めんどくさいから、それで代用しようっていうことも考えられたんですけど。2442です。はい、お疲れ様でした。